三部町は千葉県三部郡に存在した町である。町は九十九里平野の外れの地点に位置し、町東部は平坦な地形だが、西部は丘と平野が入り乱れる特殊な地形をしている。九十九里平野と下宇佐大地のほぼ境目にあり、谷日伝と言われる谷合いの土地に作られた田が目立つ。歴代の町長は以下の通りである三部町の産業は、 三部杉で知られるように林業や農業が盛んであるが、過疎による後継者不足に悩んでいる。農業は主に、西部の日向地区では、人参、スイカ、水筒、トマトなどが、また、東部のむつみ地区では、人参、スイカ、トマトに加えほうれん草、大根などの畑作作物がよく作られている。また、近年は、有機農法による有機農産物も,も作られている。 三部町は自然あふれる町を目指していた。三部の森公園は1996年10月7日に着工し、1998年4月23日に三部の森図書館等の主要施設が完成して開園した。1998年8月7日、秋田県の第三セクター、 秋田県木造住宅株式会社が1990年12月20日から1993年7月30日までの間に販売した住宅が欠陥住宅だったとして住宅購入者24名が提訴した2005年3月25日にプールや福祉施設を兼ね備えた三部の森元機関が完成し高齢化社会に備える三部町松尾町ハ沼村 東金市、成東町、九十九里町を合併し、新市である九十九里市とする計画で、2002年11月25日に、三部地域合併準備会が発足した。2003年12月25日に、三部地域合併協議会が新市名を九十九里市と決定し、2005年3月22日の合併を目指した。二千四年十一月十八日の東金市の、 住民投票で合併反対が多数で離脱が決まり、2005年1月31日に三部地域合併準備会が解散した。後に三部町、松尾町、蓮沼村、鳴ル町により改めて合併協議が行われ、2006年3月27日に新市三部市として合併した。ありがとうございます。